寄付とは、囲碁、将棋、チスなどのボードゲームにおいて、互いの対局者が行った手を順番に記入した、記録を指す。また同時に、寄付が記入された用紙を意味する場合もある。チスの寄付1 0から0から0大数式と記述式の共通点白を手前にして、チェスボードの左下のマスを起点とする。アルジェブレックノーテーション動けるコマが複数ある。 場合曖昧さの回避、例えば渦のように、A1 と C3 にルークがあったとする。現在、白丸の地点へルークを移動させた。しかし、RA3 と書いてしまうと、どちらのルークを動かしたのか判断できなくなってしまう。そこで、その他記述式の列チェスボードの左端から、記述式の行書籍、雑誌などにおいて、チェスの指し手の評価には一般に次の記号が用いられている。 基本的な考え方は、地図の大数式と同様である。石本兼行 VS 大橋流雪先手、もしくは下手をしたとして、盤面を右上を起点として、横を1、2、9の3用数字、縦を1、2、9の関数字とし、手番と進んだ先、駒を示す。例えば、第一手で、先手が角道を開ける手は、7、6歩である。は、手、後手を示し、 印刷物では、将棋の駒をかたどったものイコール、イコールを使うことが多い。ただし、日本将棋連盟では、関数字を使わずに縦横いずれも、三用数字で寄付を記録するように定めてある。直前の相手の移動先の駒もしくは打った駒を取る、場合は、銅を用いて、移動先は通常用いない。ただし解説書などで、銅を用いる手から寄付を記すときは、 三三道筋のように動かした場所を明確にすることもある。なお、銅を用いるのは直前に相手が移動もしくは打った駒を取る場合のみであり、それ以外の駒を取る場合は通常通り移動先を用いる。移動によってなることができる場合、なった場合は、正、ならなかった場合は、ふなりを付け加える。ルール上なれない場合、ふなりは付けない。 ただしルール上必ずならなければいけない場合は、性をつける。なお、次数を減らす、あるいは次数を整えるためなどの理由により、不なりを、性と表記することもある。詰将棋においては、特に駒の種類を特定しなくても良い合駒を、合と表記することがある。また、合駒であるということを強調するため、指し手に、二三銀号などと、合を加えることもある。 上記の表現のみでは、どのコマを動かしたのか特定できない場合は、さらに以下の文字を付記して区別する。表記順序は、同、コマの移動をさせる前の種類、五の順である。例えば右の図で、先手が84の銀章を93に動かし、なった時は、93銀右衛星となる。速記する場合は、下のような略記法を使うことがある。略記法では、 アラビア数字だけを用い、関数字は用いない。原始筋違い各戦法の出だしの寄付を例に挙げる。江戸時代に使われていた方式で徳川家春が好んで使っていた。一一を、い、一二を、どなどといった具合に、将棋盤のそれぞれの地点を一文字で次のような図の通りに表す。例えば七六歩、三四歩は、春歩み、ラフといった具合である。 構成としてはまず、色葉順に平仮名を一一から縦に配置する。すると五筋が一マス余るので、形で埋める。六筋からは今度は一から万までの関数字を使う。残りは適当な漢字で埋めている。シャンチーの手は、頬に標語のように記す。この例は、頬の駒を二筋から真横に五筋へ移動を意味する。地図や将棋と異なり、左右方向の筋のみを印。 上下方向の座標は記さない。同じ筋でも先手と後手で異なる数字になることに注意。なお後手は三様数字を使用する。移動方向にはこの例の平らな他に真、体がある。真上、または真下に移動する場合、移動後の筋の代わりに移動量を1から9までの数字で表す。同じ筋に同じ種類のコマが二枚、または三枚ある場合は、区名の前に、 前、中、後を付けることで区別する。この場合、曖昧さがなければ、移動前の位置は省略される。囲碁の盤面図を印刷した用紙に、1手目から終局までの着手点を1からの数字で順に記録したもの。現在では、記入の際には、黒板と白板を別の色で書き分けて見やすくし、印刷する場合には、黒板の着手を黒丸に、白色数字。 白板の着手を白丸に黒色数字で表示する。一曲の全着手を一枚の盤面図に記載したものを送付と呼ぶ。解説書や新聞の感染機などでは見やすくするために数十紙ごとに複数の図に分割して記載することが多い。黒鳥などで石が存在しなくなった箇所に打たれた場合や甲などで複数回同じ場所に打たれた場合は、 160は158の、か、159、159項取りなどと、盤面図の外に記す。また、終局時のダメを詰める過程の着手は省略する、ことが多い。盤面の向きは、先手腕のものから見た盤面となるようにするのが、通例だが、後手ついのものが記録した場合には逆向きになっている、こともある。持ち時間の決まっている、公式戦などで、 一手打つのにかかった所要時間の記録が必要な場合には通常の寄付と同時に所要時間の表を作る。特に英語では寄付を記録することを財布と呼ぶ。チェッカーではチェスと違ってコマが動けるマス目に通し番号を振る。白から見て左上端を1として左から右へ上から下へと数える。国際ドラフッツの場合は1から50までの番号が付けられる。 移動前のマスと移動後のマスの番号をハイフンでつなぐ。コマを取るときはハイフンの代わりに X を記す。オセロでは単に座標のみを記す。座標は左から右に A、H、上から下に1、8で記す。バックギャモンでは51、10、56、5のように記す。51は2つのダイスの目が5と1だったことを意味し、10。 こは10ポイントから5ポイントへ移動したことを意味する。ッとは後ろにをつける。ポイントは1から24までで、バーは25、ベアオフは0と記す。麻雀では、配布と呼ばれる。管轄する団体によって異なるが、次回の対戦に活かすため寄付をまとめているものも、少なくない。公式戦では必ず対局者本人が一主室ごとに、専用の用紙に、 ペンで記録することが義務付けらられれてており例外は認めいいないゲーム終了後は、寄付用紙を大会の主催者へ提出する必要がある。アマチュアだけでなく、プロ同士の対局でも、対局者自身が寄付を付ける義務はない。主催者やスポンサーによって公開が予定されている、対局では、記録者が用意されるケースがほとんどである。当日に記録者がいない場合は、 終了後か後日にまとめて書き留める。日本棋院では勝者が寄付を提出することを義務づけている。その他については将棋と同様である。チェッカーやバックギャモンでは寄付をつける義務はない。熱心なプレイヤーが自発的につける場合もあるがゲーム内容は記録しないのが一般的である。日本において寄付に著作権があるのか否かについては議論がある。口実するように 日本におけるチェス、将棋、囲碁の各団体は寄付の著作権を主張している。裁判に訴えた事例はないため、判例は存在しない。加藤森幸は2006年の著書で囲碁や将棋の寄付を著作物たり得るものとして例示している。一方で渋谷拓樹は2007年の著書で加藤の見解を踏まえた上で、寄付は勝負の一局面を決まった。 表現方法で記録したものであるから、創作性の要件を書き、著作物ではないとしている。中山信弘も2014年の著書で寄付の著作権を否定しており、寄付は日本においても著作物として否定される傾向にあるという指摘がある。寄付は単なる事実の記述なので、一旦公表されれば、パブリックドメインとして自由に扱って良いという、古くからの慣例があり。 ファイドと海外の下部組織はこれを踏襲している。しかし2019年1月に活動を終えた日本チェス協会は公式ルールの翻訳文に原文にない語句を追加し国際監修に反して主催者に権利があると主張していた。後継の日本チェス連盟は快則や大会の規約、公式ルール等において日本チェス協会のような権利主張は行っておらず寄付が パブリックドメインであるという世界の慣例を踏襲している。高度な寄付データベースソフトでは、ある対局者が用いたオープニングの種類と頻度、そのオープニングに対して、勝率の高いディフェンスなど、特定の条件で検索する機能を有しているものがある。またそれに近いサービスをインターネット上に構築しているサイトも数多くある。また近年では、 競技会中にリアルタイムで寄付を更新し、大会終了後に公式サイト上にまとめて公開されることも多い。寄付は公開されているが、個人の分析やコメントには著作権が発生するため、著名選手の寄付を使った書籍が多く刊行されている。日本国外では、将棋や囲碁についても、寄付は著作物ではなく、記録という地図の関連があるためか、 工術のように管轄団体が規約で禁止していても、ネット上で寄付が出回る例もある。日本将棋連盟は、過去には、法的根拠はないとした上で、収入問題に発展しかねないので反復を控えて欲しいとのお願いを、ネットコミュニティに対して言っていたが、最近では、寄付に著作権ありとして、許諾を得ない掲載や転載を禁じているケースもあり、必ずしもスタンスは、一定していない。 一時、江戸時代の寄付に著作権を主張し、物議を醸したこともある。2012年2月現在、ニコニコ動画においては、現役個人を問わず、日本将棋連盟所属騎士の寄付に著作権を主張し、寄付を機械的に再生した動画を削除させている。著作権は別にして、将棋連盟の主な収入が、寄付掲載の権利によることから、寄陷スポンサーである。 新聞社の優先掲載権に対して一定の配慮を行うというポリシーを取る寄付掲載サイトも多いが一方で全く配慮せず自由に掲載するサイトもあり対応はまちまちであり個人主催の寄付データベースサイトが多数運営されている事例二千十七年朝日杯将棋オープン戦の藤井聡太対山千チ氏の寄付を将棋の実況などを主に言っていたユーチューバーの 男性が将棋ソフトを用いて独自に配信した。これに対し、朝日新聞の将棋取材班がツイッターで、朝日坂月の寄付中継は権利の侵害にあたります。即時、中止してくださいなどとして男性に中止を訴えた。男性はこれに応じ、謝罪して配信を取りやめた。ツイッターでは、朝日新聞の主張に疑問を呈する意見と理解を示す。 意見の双方が見られた。この対応に対する取材に対し、朝日新聞社は、朝日新聞社と日本将棋連盟は、主催者として本棋戦の対局における寄付を独占的に放送し、配信し、その他の方法で利用できる権限を有しており、そうした主催者としての権限は、法律上保護されるべき利益にかかる権利と言うべきものであるとし、男性の行為が、 主催者としての権利を侵害する不法行為に該当し売れため配信の中止を求めたと回答した。一方で、将棋の寄付の著作物性について議論があることは承知していますと申した。日本将棋連盟は、この対局から4日後の取材に対し、現段階